はい、えー、花井涼さんなんかねだんだん動画が更新されるペースが落ちてきたのかなと思うと私はね常に嫌な予感がするんですよね <laughs> あの、やり取りしてる方は私ね無数にいるんですよでもまあ3ヶ月経つとほとんどいなくなっていて1年超えると1人残るかどうかっていうところだったんですよねその1人が花井涼さんだったんで、えー、ほんと吉谷さんしかいなくなっちゃうかなってところなんですよねいつもね まあでもいろいろとできるときできないときがありますんで、YouTube のために生きてるわけじゃないですからね。あの、まあそれぞれその瞬間に全力投球することができるのは大いにあると思います。えー、何をするにしても、花や龍馬節でね、張り切ってやってください。はい。えー、でね、今回タコ丸さんのことあの紹介させてもらいましたけども、あの仲良しになっていただければ幸いでございます。やっぱ同じ岡山同士ということでね、他にも岡山にお住まいの方いるんですけども、いかんせんちょっとね、 出たいいいでですって方があまりいないんでね <laughs> で本当はもっともっとね岡山でのオフ会とかも企画すればだいぶ集まると思うんですけども、まあ、今のところそういう予定もございませんので、えー、またいずれチャンスがありましたらお引き合わせしたいと思いますで高丸さんには高田さんもね昨日ご家族で揺られたみたいです私はもう5年ぐらい行ってるんですけどねでも本当にねこういうところからもうご縁が広がったりとかよかったの連鎖が始まったりとかね 清美さんってタコルの奥さんなんですけどもタコルさんの奥さんの清美さん本当に前向きで明るい方ですよねでおおらかでもういらっしゃいますしとてもじゃないですけどこの春ね死の淵から生還したとは思えないぐらい神がか,かり的まさ、ね、まあこういう方に宿るものってのは、うん、大いなる愛なのかなと思いますねご主人のこともすごく大切にされてもう愛されてるそうですね私もだから奥さんに対して同じ気持ちですんで いいい関係だななと思います。なんかやっぱりね自分の心から愛してる人がいるっていう人生自分を心から愛してくれる人がいるっていう人生これはねやっぱりこう私的には生きてる上のミッションだなと思うぐらいですね特にね命を懸けてもいいぞ惜しくないぞと思える人がいる家族がいるっていうのはまあ、ラッキーだなと思いますねまあ、今まではねどんなことを踏み台にしてでも生きていこうと思いましたけども 今逆ですね礎になってあげたいなとかね捧げてみたいなって思うばかりでございますさあきれいごとばかりの動画になりましたけども花涼真さん何に命を捧げるのかその瞬間その瞬間違っていいと思いますで私たちは人生の遠くに目標大きな目標を抱いていますそれは多分ね死ぬまで続く目標だと思いますその目標は 経験と知識によって変わることがありますけども、目指すことは変わらないのかなと思うんですね。まあぜひね、お仕事に出られても、YouTube がもしね、十分できなくても、俺は花龍馬だと、胸を張って生きていただければと思います。見えを張る必要は全くありません。人にはいろんな瞬間があります。ですんで、何をやるから自分らしくないってこともありませんし、何をやっちゃ恥ずかしいってこともありません。 時には違う景色から自分を見るることともあると思いますし昔いた古巣からさらに自分がね見ることもできるかもしれません、まあ、最後にねシルベスター・スタロのロッキーをちょっと引用させてもらいますシルベスター・スタロのロッキーという映画ですけども途中チャンピオンのロッキーは挫折を見せるんですよねその時に例えばパート3だったと思いますけども昔チャンピオンだった アポロクリードに再開するんですよアポロはロッキーが目指したチャンピオンでした一度は敗れたんですがもう一度の挑戦でアポロを下して優勝することができたんですよねそしてチャンピオンになったロッキーが右頂点になって次の挑戦者に敗れたんですよそれはかつてアポロが挑戦者ロッキーを舐めていた時と同じような境遇だったかもしれません までですんでね、アポロは元チャンピオンとしてロッキーに言うんですよ。熱い友情とともに。自分を唯一倒したロッキーに対して言うんですよ。お前どうしちゃったんだと。なんだその目は。たるんでるぞ。と走るぞって言ったらロッキーはね、走る気力がないんですよ。そんなことじゃダメだと。俺たちはファイターだろう。とファイターってのはな、チャンネルを変えるみたいに、やめたとかやったとか、そういうもんじゃないんだ。と死ぬまでお前はファイターなんだよ。 いう,ふうに焚きつけるんでですよで結果、えー、ロッキーはですねアポロの修行した原点スラム街のボロいボクシングジムで一からトレーニングを受けるんですよねもう家族総出でで合宿ですそこでロッキーは自分がまだねゴロつきだった頃の本当ボクサーとは言えないような暮らしを送ってきた頃の自分を思い出してそういえば俺もこういうところから這い上がってきたなと。 アポロもこういうところから流行ってきたんだ。そして今はもう一回原点に戻って這い上がる気持ちをハングリーさを取り戻す時なんだと。挑戦者のラボクラバーラングはハングリーだから俺に勝ったんだと。実力では負けはしない。そしてもう一回戦いをすることになったわけですよね。そして結局はまた返り咲くというストーリーなんですよ。つまりね自分を見失った時っていうのは フルスにに帰帰る、る原点に帰るってのはは悪いいい選択ではないと思います。それはただ単純にお金を得るっていう目的で仕事を戻るんじゃないしおいちょっと手伝ってくれよっていう声に応じて戻るわけじゃなくて「あ確かに俺なんかだらけていたな」となんか同じことの繰り返しになっていたなと。よしもう一回この今の暮らしに憧れてた時の自分抜け出そうと思っていた自分の気持ちに戻れるんだったらあそこに行ってみようかなと。 こうやって労働しながら、空いた時間で在宅の仕事。このバランスをした時に、時間の大切さ、新しいことに取り組む姿勢っていうのがまた思い出せるかもしれないと。いうふうにね、奮い立って、多分行かれるんだと思いますからね。まあ、この YouTube の動画の返信のペースは遅くなるかもしれませんけども、私はそういうことはあまり気にしません。もともと義務でも何でもないですからね。まあ、ですんで、うん、間に合わせで動画を送るよりも、 正直にまっとうな3分でも5分でも動画が作れればいいんじゃないですかそれは取りも直さず私に送るというよりも花井涼真さんが自分自身で自分の足跡録を残すためのものそっちの意味の方が大きいと思いますよね。私にギリ立ちするよりも花井涼真さんは俺は花井涼真だというふうなねその花道のど真ん中をこれからも歩いていっていただきたいと思いますそれではいってらっしゃい